知性発達学者加藤陽平とサイケデリックストレーナー相田渡がお送りする成人発達コラボラジオ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リスナーの皆様、成人発達コラボラジオ第22回本編をですね聞いてくださりどうもありがとうございます。ではですね、今日も渡さんどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。前回第21回は、大石義秀さんね、理学療法士の大石さんをお迎えしました。何かあの21回を終えた後にですね、渡さんのこう中で大石さんのセッションを振り返ってみて、ちょっとこう何かまた新しい気づきとか発見学び、もし何かこうあればちょっと教えていただきたいんですけど、どうでしょうかね。はい、あの大石さんとはですね、こう職業柄というか、こうボディを扱う領域として、まあ、近しいというところもあったので、うんうん、まあ、今回その点についてですね、思い返すことというか、改めてこう感じるところがありました。今まではやはりこの対話っていうところで、うん、様々なこう気づきがたくさん起こりますっていうことを僕自身も感じていたんですが、うん、まあ、今回はその領域が近い方と対話をするというところで言えば、うん、こうすごいシンプルなんですが、終わった後によし俺も頑張ろうってい う, こうエネルギーが湧いてきたっていうところです。なるほど、面白いですね。はい、うん、こうインテグラル理学療法士というこう肩書き、うん、まあ、そのタイトルの中でこう、うん、ご活躍をですね、これまでも、そして今からもされる中で、うん、あ、自分自身もそういったチャレンジングな姿勢っていうのは常に持ちたいなという思いが、まあ、溢れてきたというところです。いいですね。そうですよね。確かに、渡さんと大石さんは領域がこう近かったので、まあ、大石さんのこう話をこう受けて、うん、まあ、領域がこう、ね、近かった分、いろいろとこう刺激がこう得られて、よし、自分もやるぞと、うん、そういう感覚になったということでしょうかね。はい、その通りですね。はい、いや、すいませんね。私、領域がいつも遠くて、何も渡るさんに知らない。申し訳ありません。そういうことじゃない、そういうことじゃない。そういうこと、あれ、なんか、おかしいな。そういうつもりじゃなかった。そういうつもりじゃないですよね。そういうつもりじゃないですよね。はい、まあ、確かに。やっぱり、領域がこう、近いと、ね、ボディを扱っていると、またそのボディといっても、お互いこう、違った観点とかアプローチでね、こう扱っている分、いろんな気づきや発見があったっていうことですよね、渡さんの中でも。あ、そこです、そこです。うん、はい、その通りです。本当に。持ち上げていただき、どうもありがとうございます。いやいや、うん、いや、でも本当にそういうことって起こりますよね。当然ながら、こう、領域が違う分、違えば違うだけ、また新しい発見もありながら、同じ領域にこういるからこそ分かり合えることとか、あ、それはそういうふうに見てたのかとかね、そういう本当に新鮮な発見ってありますもんね。そうなんです、本当です。いや、いいですね。なるほど。では、ちょっと少しここから今日のね、本題に入っていければと思っておりまして、はい、渡さんの中で何か今日ですね、ちょっと今、熱量がある、うん、ちょっとこう、こんな話題取り上げてみたいですよっていうものがあれば、ちょっと優先して、それを取り上げていいですか。いや、もう、がぜんサイケデリクス、もう一辺倒でいい、どうでしょう。もうこれ、消化しきれないな。ですよね。私もその気持ちは分かります。うん、消化しきれないですよね。じゃあ、ちょっと私もすごく、うん、気になってる話があって、この、はい、まあ、前回、大石さんをお迎えした時にはね、このサイケデリクスの話は、ちょっとこう、一旦お休みしたと思うんです、ね。ですから、ちょうど1週間分ぐらい、ちょっと渡さんの方でもリサーチとか調べ物考え事をする時間っていうのがあったんじゃないかと思ってて、ちょっとこの1週間で考えていた事柄、はい、それはアカデミックな観点でもいいし、プラクティカルな観点でもいいので、サイケデリックス関係でちょっとどんなことを考えたり発見事項があったのか、ちょっとお互いシェアしていきましょうか、それ。はい、うん、じゃあまず私の方からお願いします。いいでしょうか。うん、まあ、サイケデリックトレーナーと自分で名乗りながらも、これが一体どういうふうにこう貢献できるのかっていうことは結構未知数ではあるという感覚、まあ、もちろんそういうふうな活動している人をもう今まで見たことがないからっていうこともあるんですが、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、そこめっちゃ面白い。それ日本でいたらもう、刑務所入ってますからね。そりゃいないわな。そりゃいないわ。そうそうそう、
それ以来、だからもちろん活動フィールドがですね、こう日本じゃないっていうふうには、まあもうやむを得ないというか、まあ僕自身も、ね、こう、一度、外の世界というか、まあ、海外を拠点にっていうことを今も念頭に考えているので、まあそこの点に関してはですね、まあそういった解釈のもと、これからやろうとしていくんですが、このトレーニングっていうことと、このサイケデリックスっていうのが何かこう、例えば右上証言的に、何かこう神経伝達物質的に何かこう何ですかね、促進するものがあるのかどうかとか、逆にまだこれどういった使い方がまあいいのか悪いのかっていう判断も今できていない状態なんですね。というのも、例えばこれを摂取する前にその後まあまあセラピールームのようなところでセラピストとまあその被験者のまあクライアントですね、患者さんがまあ横になった状態で、まあこう時間を過ごしていくと思うんですが、その時に運動直後であって、ゼハゼハしていたら、とてもじゃないけど心は落ち着くもんじゃないなと思うんですよね。そうですね。確かに。まあ、かといって、まあ、筋肉ガチガチ硬直状態っていうのも、なんだか違うような気もするから。そうですね。まあ、そういう意味でこう、加藤先生が、この、考えるというか、フィジカル領域、またはその身体性っていうのと、このサイケデリックっていうのが、どういうふうにこう、関わりを持ってくるのか、そのあたり、いかがですか？いいテーマですね。それは実は私もこの1週間、やっぱ渡さんとお話をする中で得られた一つ刺激のあったテーマだったんですね、自分の中でも。はい、ちょっとこれ考えていたことがあるんで、ちょっと私からもこの1週間考えたこと、はい、その絡みでシェアさせていただいて、ちょっと渡さんからのレスポンスをいただければと思います。ぜひ、はい、でまずはまあそもそもそのこの土地ですよ、サイケデリックスとトレーニングに関する領域、土地を確認すると、これは完全にまずは未開拓なんですよね。日本では当然レギュレーション上できないし、それは欧米においてもまだまだできないんで、これが逆に私たちがこの領域を開拓できれば、これは渡さんがね、まさに第一人者になっていくと思います。世界的に見て。で、多分、流れとしては、まあ本当にこう、欧米で、多分、活動を開始することに渡さんも導かれてるなっていうふうにまず思いますね。まずは取り巻く状況としては、サイケデリックストレーニングというものは世界にはまだないわけですね。で、それでいくと、私結構これ考えていたことがあって、やっぱいくつも使い方があると思うんですよ。はい、一つは、一番、まず、もうもう、そのアイディアが、もう芽が出そうなものは何かっていうと、例えば、トップアスリートたちが、スランプに陥ってしまった時とかですね、あるいは、例えば、チームが大きく変わって、アイデンティティが揺らいでいる時のセラピーとして使うっていう、つまり、なんかトレーニングした直後とか、うんじゃなくて、もう、この精神的なケアとか、サポートに活用する。これが、まず一番有力だと思います。うわ、なるほど。で、これは例えばスランプとかですね、ストレスフルな状況にアスリートって置かれてるじゃないですか。で、はい、日常的に例えばレブロン・ジェームズとかクリスチャーノ・ロナウドとかはカンナビスをこう摂取してるわけですね。で、これは CBD っていう日本でも合法的なものと、あとは気分が高揚するような THC も含めて、はい、アスリートはやっぱストレス過多なので、それを軽減する目的でカンナビスを例えば摂取してます。はい、で同様にサイケデリックスの中でもストレスをこう軽減するような、まあ、それこそ MDMA とかですかね、まあ、日本では当然これは違法ですけれども、こうしたものをこう通じて、あるいはシロシビンとかでもいいと思うんですけども、ストレス軽減とかに活用するっていうのが一つあるでしょうね。で特に一番はストレスだったらばカンナビスの CBD とかで多分いいと思うんですよ。もうこれサイケデリックスってちゃんとした合法のものなんで。で問題はスランプとか打つ、こっちはちょっと CBD とかよりもやっぱそれこそサイケデリックスが効力を発揮する、ただし、まあ、これも渡さんが今後もうものすごく専門的な話になってますけども、はい、うつ病の人たちが飲むアンティディプレッサントですね、抗うつ剤とかと併用してはならないサイケデリックスもあって、そうしたものをちゃんと勉強してうつになっているスランプ状態のアスリートにサイケデリックスを提供する、これは多分一番スタートの地点かと思いますね。なるほど。まずこれは抗うつ剤との併用っていうのがもうそれ近畿的になってるんですか？あのね、あれなんですよ、例えば ものすごくまた専門的な話してもいいですか、はい、サイケデリックスの中でもシロシビンと抗うつ剤はこれは今のところは
危険性は明らかになってないんですよ。で、危険なものはアヤワスカっていう南米の飲み物に含まれている、はい、DMT とアヤワスカっていうのは2つの成分からなってて、 DMT と、日本語だと何て言うのかな、モノミ酵素酸抑制剤っていう MAOI っていうのが入ってて、この MAOI っていうものと抗うつ剤とかを混ぜちゃダメなんですよ。なるほど。そうそう。なので、この MAOI が含まれているようなサイケデリックス、まあ、これはもうとにもかくにアヤワスカみたいなもんですね。こうしたものとは摂取してはならないっていうのが、もうこれは研究所明らかになってるんですね。はい。今のところは問題になってないのは、結構研究が進んでるのは、LSD、シロシビン、MDMA は抗うつ剤。ちょっと MDMA もう一回調べてみないといけませんけど、LSD とシロシビンに関しては、抗うつ剤との併用も、まだ今のところリスクは明らかになっておらず、まあ、安全性は担保されてますかね。はあ、そうか、そうだ、なるほど。でもこう、やっぱり大学院で体系的に学んでみたいっていう欲も、こういうのを聞くとさらに出ますね。これはね、本当そうですね。いや、私もこう話しながら、いや、渡さんのおかげで、MDMA ってどうだったかなとか、やっぱ知識が曖昧なところがたくさんあるんで、やっぱこれ、精神薬理学っていうね、分野と、体系デリックス絡めて、しっかり学ぶ必要もあって、これ大事な話ですよね、はい、でも。うん。いやー、そうですね。そうなんですよ。まあ、ただ、まあ、アスリートの中で、まあ、抑うつ剤を、抗うつ剤を使ってる、そんな生徒、そんなに多くはないと思うんですね。ただ、まあ、ちゃんと事前に確認をする必要、やっぱりありますよね。うん。そうそう。だから一歩、多分その手前のうつ症候群のアスリートたちは結構ね、スランプ状態とかにいる人たちは結構いると思うんで、うんうん、そういう人たちのこう活用。うん、これはまず進むでしょうね。そうそうそう。そうか。まあでも本当トレーニング、まあトレーナーとアスリートってまあ近しい関係になるからこそ、そういった新しい提案っていうのも、こう、そうですね、スムーズに流れるケースもあるかもしれないです。そうなんですよ。いや、これ渡さんのおっしゃる通りで、まあだからもう本当にこれね、サイケデリックトレーナーの肩書きに、もうインテグラトレーナーが含んでると思うんで、インテグラトレーナーと名乗っておいて、その中に一つ道具箱としてサイケデリックスみたいなものがある。こういうなんか立ち付けの方が活動しやすいと思いますね。うん、そうですね、うん。これがまず一つですね。なので、はい、今の話っていうのは結局、まあ、サイコセラピーの資格を取得してからの話ですよね。うんうんうん、そうそうそう。サイコセラピーの資格を取得できたら、今みたいな使い方があると。で、トレーニングとの併用っていうのは私やっぱりあると思ってて、それこそ1時間とかがっつりトレーニングするんじゃなくて、もともとヨガの伝統ってものを考えてみたときに、ヨガっていうのは瞑想することがまず実践上の目的なんですよね。で、はい、そのために身体を作るために身体動作があるんですよ。ポーズをいろいろとる。そっか、その順番か。はい。そうそう。なので、まずは体を動かして、ポーズをとってから座れる体を作っていく。で、座ると。なので、この伝統的な枠組みに沿っていけば、トレーニングを例えば30分ぐらいとかした後に、何かしらのサイケデリックスを目的に応じて服用量を変えて摂取するっていうのは、私はすごくありかなっていうふうに思いますね。いやー、面白いな。そうか。うん。身体実践があるなしで、その服用の状態が、もし何かこう、変わるものがあれば、その発見もまた面白いですよね。これね、誰も研究してないんで、これは誰も研究してないから、うん、いや、本当にやるべきだと私は思ってて、いや、なんで、右証言の科学者たちやんないのかなって不思議なんですよ。だって私もこう体験上、ね、うん、自分で例えば体験するときにも、やっぱり心を落ち着かせるために、うん、身体の筋肉の緊張をほぐすために、ちょっとヨガ的な運動って10分15分必ずやっぱりやる方がいいですよね。そうですか。は自分の主観的な体験に基づくエビデンスなんですよ。でこれは、うんうんうん、でも常識的に考えて真っ当な仮説だと私は思うんで、なので、いや、そんな気もするな。そうです。コントロール変数、運動あるなしでやってみる。これはなんかすごくなんかポイントのような気がしますね。体験が全然深まりが違うと思いますよ。きっとそうだな。うん。だってこうしたサイケデリックスってある種媒介物でエージェントですから、結局その、うん、血液の流れがキーなんで、身体を動かす血液の流れをやっぱり血流を良くするっていうのはきっと効果にね影響を与えると思うんですよ。そりゃそうですよね。やっぱね、こう神経伝達物質の話だから、そうなんですよ。いいです。体の状態がいい方がいいに決まってる、ね。これね、本当にいいに決まってる方がいいと思うんですよ。うん。
そうそうそう。だからトレーナーとかね、体を動かしてるから私たち当たり前に思うけど、結構意外と科学者たちは、だからこれ 2個可能性がありますよね。科学者はそもそもそういうことに気づいてないっていうのが一つと、でもそれも当たり前だよねって思って研究してない節もある。でも当たり前だと思ってることもやってみたら、あれ意外と別に変わんなかったっていうことも大きな発見じゃないですか。だからこれはね、いや、そうですね、やった方がいいと思うんですよ、この研究は。本当に。うん、やりてえな、面白そう。あ、先生、今のちょっと運動の話で急に思いついたんですけど、あの加藤先生のこうゼミナールの方でアップロードしてくれた新しい資料に、うん、このサイケデリクス摂取によって、うん、VO2 マックス最大酸素摂取量が向上するっていうデータがあるっていう風な、私に食いついてきましたよね。うん、食いついちゃったわ。そう、あれ、ちょっと渡辺さんにもお話聞きたくて、一応ちょっとこれ補足をしておきますと、はい、ぜひ、うん。キノコはですね、サイケデリクスじゃないんですよ。うん、おー、はい。冬虫夏草と呼ばれるキノコで、日本でもアマゾン上で、普通にいいアプリじゃない、サプリ買えます。冬虫夏草と呼ばれる。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。私もさっき調べました。で、すごく、ジャンルはじゃあ何になるんだろう。あれは、普通にキノコのサプリです。キノコのサプリで、キノコのサプリってやっぱ結構優秀で、やっぱ私たちってもうキノコのいろんな効能ってなんか聞いたことあると思うんですよね。椎茸、ビタミン T がたくさんとか、うんうんうん、でもやっぱり食べることって量取れないじゃないですか、はい、だからこれを凝縮して椎茸サプリとか、うん、あとは霊脂もありますね。あと私が今摂取している霊脂、はい、霊脂っていう霊の芝と書いて不老長寿と呼ばれる、不老長寿を実現すると呼ばれているキノコです。あ、へえ、やばいやばい。そう。へえ、うんうん。それと今私が摂取している山伏茸、これも日本のアマゾンで、うん、オーガニックのものとか買えるんで、いや皆さんサイケデリックスうんぬんじゃなくて、うん、多分こういうところから始めた方がいいんじゃないかと思います私。そうですね。あれ、じゃあ先生、このサイケデリックスがどこかって言ってるのって、うん、どこが線引きになるんですかね。なんか別に右下証言の精度だけじゃないですよね。必ずしサイケデリクスのある種定義のようなものですか、線引き。だから線引き、あ、もうこれは結構明確で、サイコアクティブな性質があるかどうかなんですよ、うん、あ、そういうことか。あ、なるほど、うん、サイケデリクスで、じゃあちょっともう一回これは皆さん、リスナーの皆さんのために確認すると、サイキっていうのは心とか精神って意味ですよね、うんうん、あるいはマインドって意味もあって、はい、で、うん、デリクスのデリクっていうのがギリシャ語で、これはリフィーリングないしはマニフェスティング、まあ、日本語で言えば顕現させる、表せるって意味があるんですね。なのでサイケデリックスってのはマインドマニフェスティングっていう意味があって、これイギリスの化学者 の, ハンフリー・オスモンドっていう方がオルダス・ハクスリーとの書簡の中で初めて生み出した言葉なんですよ。なのでサイケデリックスっていうのはこうした知覚機能を大きく変えてしまう、昔の言葉でいけば幻覚を目つぶってた時に生じさせるとか、うん、こういうもののことを総称してサイケデリックスって言うんですよ。ああ、そっか、これ立ち返らないと忘れそうになるな。そうそうそう、これはねめちゃくちゃ大事なところで、でも私のすごくいいことですよ。やっぱ基本に立ち返る、うん、でそれでいくとサイケデリックス、じゃあカンナビスはって言われると、立ち位置がめちゃくちゃ難しくて、 THC のような意識を高揚させるものはサイケデリクスに入れてもいいよねって言ってる学者もいる。あ、なるほどなるほど、うんうん。でも CBD オイルはマニフェスティングの効果がないから、うん、CBD オイルは違うし、うん、ヘンプシードとかヘンプオイルとか、うん、一般的にもスーパーで売ってるようなものは全然サイケデリクスも何でもないんですよ、同じ朝でも。はいはいはい、うん、そうそうそう。でそこからちょっと話進むと、じゃあサイケデリックスの中にキノコに含まれている2つの成分ってちょっと紹介したと思うんですね。はい、私も覚えてます。なんだっけ、ちょっとこれクイズ形式でやっていくと記憶停滞ですね。うん、なんだっけ、ヒントヒントヒント、ヒントは白、白シビン。うわ、いや、よく覚えてる。これクイズ形式でやる。白シビン、そうそう、白シビン、うんうん、合ってます。白シビン、そうそう、ヒロシさんのお便り、ヒロシビンじゃないよ、白シビンだよですね。それで覚えていただくと、ヒロシさんからのお便り、こんがらがる、こんがらがる。白シビン、いいっすね。でもう一個ちょっと難しいかな、もう一個あるんですよ、これちょっとマニアックなんだけどね、どうですか。あら、
なんとか天狗岳？そう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 。あの、ベニテングダケに、ベニテングダケ、そうそうそう。ベニテングダケに含まれている、そう。シロシビンっていうのは成分なんですよ。キノコの名前じゃない。あ、そりゃそうだ。うん、そうそうそう。そかそか。合ってますよ、渡さん。ベニテングダケに含まれている成分の名前何だったかなってね。うわぁ、何だったっけな、赤なんとか、ちょっと難しいっすよね。なんだっけ、うん。イボ、イボ、うん、あれイボ。イボ。あ、ギボアイコじゃないですよ。ギボアイコさんじゃない。全然出てきて、全然出てきてなかったけど。あれ、なんだっけな、イボ。いや、わかんないな。難しいっすね。ちょっとギブアップ。OK、うん。じゃあ、いきます。ベニテングダケに含まれている、うん、まあ、ベニテングダケが有名、はい、ベニテングダケが有名なんですけど、その他にも含まれているものあるんですよ。うん、でも一応、シロシビンともう一個は、イボテン酸と呼ばれるものですね。イボテン酸、そうそう、イボテン酸です。うんうんうん、これどういうふうに覚えればいいかっていうと、渡るさん、さすがだね。うん、もう、あの、あなたは記憶マスターですよ。今、私がイボテン酸って言ったときに、あ、そうかと。ね、渡るさん、今、頭の中ちょっと覗かせてもらう、マインドマニフェスティング、ラジオからもう漂ってきてます。覚え方いいね。そう。でも、ちょっとやらしいよ、その覚え方。イボチン酸じゃないですよね。イボチンだったら性病かもしれないぞ、病院行けよってね、元気があれば何度でもできるってね。イボチンじゃないですね、性病かもしれないよね、それね。イボチンじゃ、イボチンで覚えそうだな、これ。でも、ベニテングだけと渡辺さんのおっしゃる通り、あの、傘の上にイボイボがあるんですよ。うわ、そういうこと？そうそうそう。でも、もうこれで結構インパクトありませんでした。イボチンじゃね、インパクト強いな、イボイボのチン。危ない危ない。あ、ちょっと放課後セッション。危ない危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。でも、イボテン酸。全然関係なくなってきてますもんね。そう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 。今までね、放課後セッションとか言い訳にしてたけど。そうでしたよね。本編からちょっとこのノリ。そうそうそう。でも、これはもう、あの、こうやって楽しく、語呂合わせ的に覚えていくと。で、ちょっと話戻ると、だから、サイケデリックスって呼ばれてるものの中に、まあ、シンセティックなものとナチュラルなものがあって、で、ナチュラルなものの中に、例えば、キノコっていう登場人物がいますよと。で、キノコの中に含まれているシロシビンとか、イボテン酸、こうしたものがですね、結構幻覚成分があるっていうことですね。うん、はい、そうなんですよ。うん、なるほど。そうで、渡さん、ちょっとここでいいですか、さっき の、うん、あのトレーニングとの絡みまた戻っていきたいと思うんですよ。これ結構私も渡さんからの意見聞きたいテーマ で、その前に今日ちょっと知った驚きの事実があって、うんうん、その何ですか、あの、こうしたサイケデリックスな成分って例えば今述べたようなキノコに含まれてるでしょ。でそれから、はい、麻の一部にもやっぱ幻覚を知覚させるようなものがあるんですよ。これ2つ目、はい、で3つ目が、例えばアヤワスカのようなあの植物のつると根っこみたいなところですね。つる、はいはい、そう、通称あとイボガインって呼ばれるものがアフリカの方にあって、これも根っこなんですよ、はい、木の。でもう1個が DMT って呼ばれる、例えばあのコロラドリバーガエル、ヒキガエルの背中の油ですよね。ああ、はいはい、うん、これも含まれると。でこれまでは知ってたんですよ、うん、で今日知らなかったことがあって、何かっていうと、なんとお魚くわえたドラ猫ってね、あの、え、どういうこと、どういうこと、サイケデリックの成分持っている魚がいるんですよ。マジ、ちょっと私これ知らなくて、え、うん、それ これはあれです、食べてる渡るさん、さすがこれは食べてない、これさすがに食べてない、それ食べてないよね、食べてない、さすがに食べてないと思います。これちょっと渡るさんに今日共有した、統合的サイケデリックス学っていうね、Google ドキュメントの下の方の参考資料の方にちょっと載せたんですけど、はい、たくさんいるんですよ、うんうん、通称ドリームフィッシュと呼ばれるようなものとか含めて、すげえ名前、幻覚成分15種類ぐらいいるんですよね、15種類以上いるね。はあ。でこういうものも食べたらこう、あのハルシオジェニックですね、幻覚的な作用が生じるって、これは知らなかったそうです、魚も。そうなんですよ、これすごいですよね、これすごいっすよね、なんでキノコと魚が、そう、キノコ、魚、植物、カエル、これちょっと渡さんにも聞きたいところがあって、なんかあの仮説ってあります、うんうん、私もこれ仮説レベルなんだけど、いろいろ考えてることがあるんですよね、はい、なんでこんな生き物とか生命たちがいるのかなっていう、人間が接触食すると、確かにな、でもこれ魚類代表格、魚、何だろう、両生類、植物、もうね、あ、全部いるわ、それは、大人その通りだ、うん、
あと昆虫か、そうだね。あと昆虫さえいれば。昆虫なんだろうな。ちょっと調べてみようか。昆虫、うん。すごい。何なんだろうな。うん。仮説か。一個ちょっと面白い性質紹介してもいいですか。ぜひ。うん、そもそも、いや、なんで私たち幻覚知覚するねんって話じゃないですか。あの、確かに。で、うん、私たちには実は、あの、例えば朝とかに反応するような、朝の含まれている成分と同じような内因性カンナビノイドっていうのが私たちの身体に存在してるんですよ。でさらに DMT と全く同じ構造のものが私たちの生物の中に身体の中にあるんですよ。で私たちもちゃんとこの DMT のようなもので日常ちょっと微量に生み出してるんですね。なるほどね。私たちの体の中にあるんですよ、はい、こう幻覚とかを知覚させるようなもので、めちゃくちゃ冷静に考えてみたら、うん、あの、私たち明日を想像するってことをするじゃないですか、はい、これ幻覚じゃんって思いません？今この瞬間に、いや確かに、多分これね、生命、あの、生物の進化上、あの、私たちも何百万年前かはもうあのイマジネーション働かず、うん、今ここしかない状態で生きてたと思うんですよ、うん、で目の前に獲物が通ったらパクッ捕まえる、でもそれじゃやっていけないってなった時に、はい、うん、イマジネーション能力、あるいは時間を伸ばす思考能力が身について、明日獲物を取るために狩りの罠を仕掛けるとか、これは私からするとある種の幻覚じゃんって思うんですよ。別に今この瞬間立ち会われてないのに、これ想像しないといけないんですよ、イマジネーション。そうですね。だから、あの、サイコアクティブな物質を摂取したらそれがものすごく活性化するんだけど、その前段階として、うん、そもそも未来を考えるために明日を生きるために、うん、なんか人間の内側に微量なその幻覚を生じるような微量な成分を持ってたんじゃないかなと思うんですよね。いや面白いですね。そうか、だから成分もなんか逆に言えば生み出してきたような進化の過程もあったかもしれないし、うん、今の時点で考えるともう受容体もしっかり、ね、そうそうそう、備わってるっていうのがまた面白いですよね。そうなんですよ、うん、私のおっしゃる通り、生み出すし受容体があるってことがポイントなんですよね。その通りなんですよ、うん、だから生み出せるんだけれども、さらに機能を進化するために受容体がやっぱりあって、うん、植物とかキノコとか魚とかを摂取してったんじゃないかと思うんですね、進化のために。確かにな、作れるし受け止めれるしな。本当にそこポイントだと思います、うん、結構ナチュラルですよね、そう考えると。ナチュラルなんですよ。で、生物側からすると、二つあって、自己保存のためと、自己増殖のためっていうのがあったんじゃないかと思ってて、例えば菌類だった場合には、はい、一応パクって食べられちゃうわけじゃないですか。でもパクって食べられた瞬間、うん、あの、まさにポール・スタメッツ教授のネットフリックス見ていただくと分かるように、なんか触られた瞬間、キノコって胞子ピッて出すんですよ。放出するんですよ。はいはいはい。攻撃された瞬間に、生命をパーンって、種を放てる。だから、そうですね。もう、そうそうそう、受容体を持っている存在たちを引きつけるんですよね。だけど、引きつけたことによって胞子をばらまいて生き延びるとかね。はい。あと、ガマガエルの場合は、多分、ペロって背中舐められたら、一応それは毒なんですよね、うん、相手にとっては。うん。だから、その間に逃げるとか。こっちは保存、防衛ですよね。いやー、面白い。そうか。という感じで調べてたら、渡辺さんの話ありがとうございます。うん、ある学術、イントキシケーションっていう学術があって、ちょっと前もゼミの方で言及したかもしれませんけど、うん、猫ちゃんとか、鹿とか、熊とかが、こういう成分好んでるんですよ。へぇー。これね、私って驚きました。人間だけじゃないんですよ。幻覚に惹かれるって。なんかあるんでしょうね。好んでるっていうのは、うん。好んで、なんか好んでその物質を食べに行くってことですか？そうそうそう、探すんですよ。この子たちが。そう。へぇー。で、もちろん全部の鹿とか全部の猫ちゃんじゃないですか。そういう猫ちゃん、鹿ちゃんもいるんですよ。うん、で、あと、猿の実験も面白かったんですけど、猿に DMT とか摂取したら、その DMT が入っている、なんか餌と入ってない餌だったら、DMT 入ってる餌ばっかり食べるんですよ。はぁ。すごいよね。これすごいですね。これね。いや、本当にすごいと思いました。で、なんだろう、でもそこを、じゃあそれって中毒性があるからじゃんっていうのはもう全然多分お門違いな推論で、なんか元々もう昔からこう希求していたものっていうところですよね。
昔から寄給していたもので、これね、中毒性ではないんですよね、うん、やっぱ不思議なこと。そうそうそう。だから鹿とか猫とか人間も別にこんなの摂取しなくても全然生きてられるんですよ。うん。そう。だからこの中毒性のあるなしも渡さんのすごくグッドクエスチョンで、ここも今すごく研究が進んでるんですよね。うん、はい。で、かつてのクラシックサイケデリックスと言われていたようなもの、例えばコカインとかヘロインも、うん、あのサイケデリックスに呼ばれてなくて、これは完全に中毒性が明らかになって危ないって言われてるんですね。はい、うん、あ、もう呼ばれてないっていうふうになるんですか？もう呼ばれてないですよ。コカイン、ヘロインは、それはいいですね。じゃないです。これちゃんと区別しとかないといけないです。うん。日本だったら全部ドラッグでおしまいなんですけど。そうそうそう。それね、もう乱暴すぎ。それね、うん、乱暴すぎです、その分類。うんうんうん。もう学術研究上は、コカイン、ヘロインはサイケデリックスじゃないんですね。うん、危険ドラッグっていうふうに、これはくくられてます、やっぱり。はい。そうなんです。うんうん、で、さっきのちょっと話にこう戻ると、あともう一個は、あの人間はやっぱ高度な精神を知覚、あの持ってるじゃないですか。で、この時にやっぱり私はマズローの欲求モデルの自己超越欲求っていうのはやっぱもう人間存在を持ってるから、こういう物質を摂取して自己を超越することに向かう、もうやっぱ欲望を持ってるんですよ、欲求を。絶対。そう、これはね、絶対あると思う。そうだと思う。そうなんですよ。そうなんですよね。だから私はやっぱりこれは科学研究とレギュレーションと、あるいは哲学的な研究で方向性を示しながらレギュレーションを整えていくことが、うん、やっぱ今って自己超越欲求とかを満たせない現代人がたくさんいるんですね。いやだと思います。ですよね、うん、自己実現欲求でさえも社会的抑圧で全然塞がれてるじゃないですか、うん、はい。昔はそれこそもう祭りでもうね、ランチキ騒ぐみたいなのあったけど、うんうん、まあもう規制規制じゃないですか。間違いないですね、うん、安全にとかね。そう、いや、もうそうなんですよ、うん、祭りで安全にとかってっていう話じゃないですか。騒ぎる場だったのに。そう、危ないを承知で言ってんだよってね、うん、そう。だからやっぱこうした自己実現欲求とか自己超越欲求っていうのがやっぱ抑圧されている社会の中にあって、うん、やっぱこうしたサイコアクティブなものの有効活用っていうのをちゃんと見つめ直していかないといけませんよねっていうのが、これ私だけの意見じゃなくて、あの、うん、欧米のその宗教学関係とか神学関係の哲学関係のサイケデリックス研究者とやっぱ述べてるんですね。ああ、そっか、うん、これものすごく大事なテーマですよね、これもね。はい。いや、そういう意味では今のこう統合的サイケデリックス学の見取り図っていうのをこう加藤先生がお作りになってて、これ僕そういうことかと思って結構一人でテンション上がってました。本当ですか？ ありがとうございます。あ、なるほどねと、インテグラルサイケデリックス、あ、そういうことか。うん、いや、嬉しいですね。ちょっとこの点についてあのいくつかお聞きしてみたいというか、いいですか？そもそもこの何ですか、うん、あのまず全体像をちょっとお話しいただけないですか？それに対してまた細かな質問があれば。そうですね、これはある意味私から見たサイケデリックス研究、うん、統合的サイケデリックス学って呼ばれる見取り図ちょっと作ってて、きっと渡さんまた独自に作れると思うんですけど、うん、追加事項もあって、じゃあこれ何かっていうと、はい、まずはインテグラルの4証言を通じてサイケデリックスというものを包括的に網羅的に研究していきたいなって思いがこうあると。でその時にまずは個人の内面領域の話っていうのが、私はここかなり注目をしていて、サイケデリックス体験ってもう一人一人あの意味体験、知覚体験で全然違うんですよ。なのでそれを研究する時に哲学領域でいけばフィロソフィー・オブ・マインドと心の哲学を使った、はい、あとはもう心理学領域でいけばたくさんあるんですよね、発達心理学とか、トランスパーソナル心理学で身体心理学と、はい、でちょっとマニアックなところでいけば超心理学とかね、なんか超能力研究と重ねたりする研究がある。まずはちょっとこんな内面研究をしてみたいなって思いがこうあると、うん、で、まあ、あとはその時に、まあ、エビデンスとしてはですね、やっぱり今一番進んでいるのは右上証言のサイケデリックス研究かなと思ってて、はあ、それこそ脳科学とか神経学、うん、ニューロサイエンスですね、あと生理学、フィジオロジー、バイオロジーのこう観点からの研究、まあ、一番もうあの右上証言が型です、研究型な状況。あ、もうそういうぐらいあのボリュームが多いですね。いや、ここはあれ、私めちゃくちゃ多いです。そう、今一緒に見ているこのワードファイルの下の方でいけば、うん、サイケデリックス研究機関っていう項目、うん、参考資料とか載せてるんですけど、はい、まあこの名門大学はほぼほぼ脳の研究ですね。
これすごいっす。え、これ、え、これのほとんどが脳の研究ですか？もうやっぱもう右上ばっかです。へぇー。イェール、ニューヨーク大学、カナダのクイーンズ大学、インペリアルカレッジロンドン、UC デイビスとかですね。あの、スターフォードもハーバードも。スターフォードも。UC バークレー。そう。そう。あ、ハーバードだけここが面白いんですよ。ここだけ面白い。おそう、うん。ここだけちゃうんで、ここだけ面白いんだよね。ハーバードも、ハーバードは一応メディカルスクールにも、ここちょっとまだ載せきれてないんですけど、メディカルスクールではやっぱ右上証言なんですよ。脳、はいはい、とサイコセラピー絡めた研究なんですけど、うん、私が今出願しようと思っている進学大学院にある、センター・フォー・ザ・スタディ・オブ・ワールド・リリジョンっていうのは、ここはですね、サイケデリックスの左上、はい、左下研究してるんですよ。すげえ、ね、もうさすが。これ、もうまさにインテグラルでいけるじゃないですか。いけるんですよ。で、これちょっと紹介させてもらうと、そもそもでいけば、うん、あの、インテグラルに馴染みのある方だったら知っているスピリチュアルな領域を扱った、ジェームズ・ファウラー、スピリチュアルな発達段階を扱った。ジェームズ・ファウラーがハーバードの神学大学院の教授だったんですよ。やっぱその伝説が残ってるんでしょうね。これ一つ。なるほど、ね。だから発達心理学の研究もできるっていうのがディヴィニティスクール。はい、で、もう一個、ね、渡るさんももう名前覚えた、あの、ティモシー・リアリーですよ、うんうん。リアリーはハーバードの昔あったんですけど、パーソナリティ研究所っていうのがあったんで、心理学のコンテクストでサイケデリクス研究したんですね。はあ。だからね、名残が残ってるんですよ。そういう名残。そう。ね、追い出されたけど、ちゃんとあるんですね、一応、系統というか。あるんですよ、残りが。伝統がまだね、うんうん、脈々と残ってて。で、あともう一個面白いのが、やっぱ宗教学とか、小田さんありがとうございます。ちょっとここ足りなかったですね。宗教学とか、文化人類学、民族学の観点で、ちょっと今、付け出しますね。研究してる、うん、左下証言でも、この神学大学は研究してるんですね。はあ。そう。やっぱ世界のさまざまな宗教が、なんでサイケデリクスを使ってたか。どう使ってたのかを研究する人たちたくさんいるんですよ。ディフィニティスクール。すごいな、世の中の研究って。こんなこと研究してるんだ、みんな。そうなんですよ。で、一番、まあ私やっぱりその、右も大事なんですよ。面白いんですよ。やっぱ脳もフィジオでもめっちゃ面白いんですよ。やっぱ勉強すると。絶対面白い。うんうん、これは、でも私がやるものじゃないなっていう。最先端の知識を得るけれども、自分が研究はちょっとする分野じゃないなって思ってるんですね。うん、ただしやっぱもっぱら左証言。はい、うん、特に内面宇宙の研究の左上、ここはね、多分もう、例えばアスリートの方たちに例えば接種してもらったら、もう人それぞれ体験が違うから、その話を聞くだけでも相当面白いだろうし、研究したらね、いろんなこと分かると思うんですよ。あと一番またさらに興奮するのは左下ね、これ文明研究、左下に、そう、左下やばいっすよ、それこそ。あ、これ、そっ、だから今日本との関わりも見てるってことですね。そうですよ。私だから縄文時代とか注目してて、そうなんですよ、うん、結構壮大な研究フィールドワークとかになるのが左下ですね、うん、どういう活動を、ちょっとね、僕もうあのお聞きしてしまってますけど、ラジオの中ではまだ話してないですよね。いや、これちょこっと話したかもしれないですね、前回あたりに、うん、でもやっぱ私が注目をしているのは、うんうん、やっぱり日本ではカンナビスの伝統ってあるじゃないですか。はい。で、あとは日本人とキノコ の関係性って深いんですよね。今昔物語集の中には、ね、舞茸を食べて、ね、なんかこう、女性たちが狂ったように踊ったと。でもあれは舞茸じゃなくて、笑い竹、ね、幻覚成分のある笑い竹じゃないかって説もあるように、私はこの日本のその伝統文化の中に、はい、とりわけ、まあ、ものすごく文明を遡って、縄文時代の人たちが何かこうしたものを摂取してなかったかなって調査なんですよ。今のところエビデンスゼロ、はあ、ゼロなんだけど、うん、他の文明圏が全部摂取してるんですね、うん、で、近くのカムチャツカ半島シベリアのシャーマンたちは、さっきのベニテングだけですよ、イボ、イボチン、イボチンイボチンじゃないねイボテンさんですね。イボテンさんですね。そう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 。やっぱイボテンさんのキノコとか使ってシャーマニズムやってたんで、私が注目してるのは日本のまあ、縄文時代の研究、およびそこから時代が下ってきてもいいんですよ。あの東北地方のイタコさんとか沖縄のユタって呼ばれる人たちがシャーマニズムの中で、なんかキノコか、まあ、
幻覚成分のあるカンナビスとか摂取してなかったかなっていうのをチェックしたいんですよね。めちゃくちゃ面白い。してそう。そうなんですよ。いや、一応ね、文献上ないんですよ。ただ、やっぱああいう神がかり的なものですよね。神を下ろしてくるとかって、ちょっと普通の意識状態じゃないんですよね。うん。そう、だからなんかきっとあったんじゃないかなっていうちょっと観点。これ完全なる仮説ですけどね。まあなんかそういうフィールドワークもしたいなってちょっと思ってるんですよ。これ楽しみですね。またなんかこう、ね、めちゃくちゃ楽しみなんですよ。情報アップデートしたら。そうなんですよ。で、これちょっと皆さん。これ書籍、それはないですよね。ない。だってわざわざ書籍で残そうっていう発想あるのかな。そうなんですよ。確かに私もおっしゃる通り。だから残ってたとしても、口伝とかだろうし、口伝、口伝だろうし、うん、あとは縄文時代だったらば、キノコのね、土製品っていうのが見つかってるんですよ。いろんな種類の。はあ。でもやっぱ、はいはいはい、でもそれらのキノコって日本のキノコ学者から見たら、うん、やっぱ教育目的で、うん、何のキノコを食べたら安全か、うん、安全なキノコだけ残したじゃないかって言ってて、確かに私もキノコの知識あんまないんですけど、はいはい、でも図鑑とかと照らし合わせたら、うん、残ってる土製品のキノコってやっぱ幻覚成分持ってるもんじゃないなって感じなんですよね、形とかも。あ、それはなそう、あ、やっぱあれですね、そういうのは、うん、でも確かにそれはそうですよね、はい、縄文時代とか紙がない時代に幻覚キノコの土製品あったら、子供たちがそれ見て、あ、これ食べれるのかなって、出かけてって、パクってやっちゃうじゃないですか。だから教育中よろしくないんですよ、多分。そう。確かに。うん、だから、食べれるキノコだけ形に残したっていう説の方が私は有力だと思うんですね。でも、逆に、危ないキノコも形として残しておいて、ちゃんと、これは食べるなよって。説明できないじゃないですか。イボテンさんとか子供に向かって、こんな形でこんな色でねって限界あるじゃないですか、言葉って。確かにな。だから、いや、教育上、食べれるキノコで形残したっていうのがあれば、いや、逆にもしかしたら幻覚をね、もたらすものもあったんじゃないかなっていう可能性があってもいいだろうし、まあ、マヤ文明とかに残ってるのはもうまさに幻覚キノコで、それはもう神聖なものとして崇めてるんですね。だから、二つの路線。はぁ。はい。で考えたときに、ちょっと縄文時代の、遺跡巡りをまたちょっとしないといけないなと思ってます。しないといけないなっていいですね。あのね、去年逃したんですよ、チャンス。青森の三内丸山遺跡行ったんですけど、当時は、キノコ爆発起こしてないんで、関心。見てなかったと思って、三内丸山遺跡まで行ったのにと思って。もう今ではね、ぬいぐるみまで買ってるほどなのにですね。ぬいぐるみまで買って、名前もね、マッシュとマーム名付けて、家の1階と2階に置いてるぐらいですからね。うん、そうそう。そうなんですよ。いつもその、マッシュとマームの近く行くたびに頭撫でるんですよ。ああ。かわいがって。愛着湧くな。愛着湧くんですよ。あと名前もつけてるしな。そう、マッシュとマーム。ほんと。あ、そういえば、夏希ちゃんはどうですか、その後の成長は。夏希ちゃんね、ありがとうございます。うん。ぐんぐん成長しており、1週間前まで6センチぐらいだったんですけど、ちょっと今、7.5 から8ぐらいにまた伸びて、一番大きな、こう、葉っぱみたいなのがね、ちょっと大きくなってきたかなっていう、そろ、ね、いい感じですね、今。はぁ。やっぱ、ど素人でもちゃんと育てられるんだなと思いました。うん。あ、そこですか。なっていう、そうそうそう。そうですね。じゃあちょっとあともう一個、今後その、何でしょう、うん、皆さんも最寄り、耳寄り情報あったら教えてくださいね。幻覚。キノコに関する。そう、キノコがカンナビスで、日本のシャーマニズムと繋がってたとか、うん、あるいは縄文時代のなんか、エビデンスがあればってね。ちょっと皆さんからも耳寄り。ですね。はい。で、あと一個。右下証言でいくと、うん、今のキノコの土製品とかどっちかっていうと、考古学的研究なんですよね。やっぱそうですよね。そう好奇心はすごいピンときて、あ、考古学ってのがこの右下なんだと思うんですけど、まあ、アーキオロジーでいくと、うん、やっぱそうでしょうね、遺跡を発掘したりするっていう観点からやっぱ右下でしょうね、はい、あ、そうなんですね、うんうん、そうなんですよ。で、まあ、法規制に関してもこれ研究をねちょっと進めていきたいなと思ってて、うん、やっぱ大事じゃないですか、うん、法規制、そうそうそう、大事ですよね、うん、例えばこれ法規制研究してるところもいくつかあって、例えばやっぱハーバードはすごいなと思うのが、はい、ハーバードケネディスクールとロースクールですね。ここは結構研究部隊がやっぱちゃんといますね。なるほど、そうなんですよ。
というのがちょっと一応ね、日本証券の見取り図ですかね。うん。うん、いや、ありがとうございます。これは。で、あと一個いいですか、渡辺さん。あと一個いいですか。え、どうぞ。いいですか。お願いします。話しながら一個、はい、もちろんです。この瞬間、うん、右下付け加えると、テクノロジーです。はい、テクノロジー哲学者としてのですね、はい、こう、肩書きも一つ加えられたりという。これ、テクノロジーっての右下ですか。これ一応、まあ、全証言にわたって関係するんですけど、一応右下証言ですかね、うん。ウィルバーの一番かん、はい、あの簡便的な分類はテクノロジー。やっぱ集合の領域、うんで。もちろん個人が使う場合にはね、右上って捉えられるかもしれませんけど、一応テクノロジー全体は右下ですね。で、うんうん、私が考えてるのは、どうあの、うんうん、例えばサイケデリックスな物質っていうのは、今のところ、やっぱこう持続効果とかが、まあ、物質によって全然違うんですよね。例えば LSD とかだったら長いんですよ。8時間から12時間とか。うわ、すごいな。そう。シロシビン MDMA が3時間から6時間 ?5、6時間、はい、はいはいはい。大体ピークがまあ3時間ぐらいで、シロシビンとかがね、6時間続くとか基本的にないんですよ。うん。で、こうなってきたときに、私が注目しているのは、例えば DMD とかはもっと短くて、はい45分間ぐらいなんですね。10分から15分から40分。で、はい、私は多分今潮流見てると通称 DMT ってビジネスマンのランチトリップって言われてるんですね。忙しいビジネスマンが5、6時間、8時間、はい、10時間も座ってられないんで、昼食食べ終えて一服するかで DMT 一服してトランスパースの体験するっていう。なるほど。で、やっぱこのそれを考えてみたときに確かにそうだよなって、うん、サイコアクティブな物質ってこういうものを摂取して胃から吸収してとか、あるいは肺で吸収してっていう作業を伴うから時間かかるんだけど、いや脳科学とテクノロジーが進めば、うん、テクノロジーで代替できるぞって思ったんですよ、体験を。ほう。てか至極真っ当ですよね。いやいや、サイケデリックスの体験っていうものが意識の変容体験であって、それをテクノロジーを使って、はい、例えば脳に何か接続して同じ体験をサイコアクティブな範囲物質なく体験する、うんうんうん、この研究もきっと進むだろうなっていう。だから私はサイケデリックスとテクノロジーっていうのは研究対象として、これはもうずっと多分日本柱であり続ける感じですね。うわ、面白いね。てかこう摂取した時の脳科学の神経のこうシナプスの動きとか状態っていうのをそのままテクノロジー再現性を持たせるってことですね。その通りです、その通りです。そうだから右上証言の研究がこれだけ進んでるんで、あとはその左証言の研究が進めば、左と右が合体して初めてテクノロジーが生み出せると思うんで、そういうちょっと今注目してるんですよね、そこはすごく。という今感じですね。楽しい。ちょっとこれそうなんだ、またアップデートしたら渡るさんと皆様にもねちょっと報告したいなと思います。うん。で、今のところこの瞬間考えてるのはそういうところで、ちょっとそれを受けて渡辺さんの冒頭の問いに戻ると、はい、そう、トレーニングとサイケデリックの掛け合わせ、はい、あ、そうです。ここ何か他にちょっとひらめいたこととかってあります？ちょっと待ってくださいね。トレーニングと、いや、多分トレーニングとっていう、まあ、トレーニングも結局右上証言的にはいろいろ変わるじゃないですか、状態としての変化っていうか。そうですね。それを今のテクノロジーのようにこう再現性があるっていうことを、なんかキーワードをもらった時に考えたのが、うん、まあ、トレーニングでハイになる瞬間っていう、おおお、あ、まあ、サイケデリックスの 体験とは違うんだけれど、うん、でこうゾーンに入る状態とか、うん、時間が止まったような感覚とか、なんか通常体感としては得られないものっていうのを、うん、何かこのサイケデリクスでこうトップアスリートの感じ状態っていうのはこういうもんなんだよっていうのを何かこう疑似体験できるね。あ、そうそうそう、疑似体験。いや、渡辺さん、これってサイケデリクスの時の体験って、いや、ある種ゾーンフロー状態なんですよ。やっぱそうですよね。これ全然別物じゃないですよ。なので、うん、そうですね、ゾーンやフローの体験を味わってもらったり疑似体験する上での活用っていうのはあるかもしれないですね、これは。そうで、そっから降りてきて実際の練習に組み立てていくっていうことになるとこれね、いや私、うん、これね、その可能性は多分あって、でテクノロジーとかの力を借りればできそうなんだけど、はい、今のところのサイケデリックスって何がちょっと問題かっていうと、うん、
身体の機能をね緩やかにさせるっていうか、あのパッパッパッって動きとかじゃないんだよね、こういうの摂取した時って。つまりあの完全になんかもう脳がとろけていって全てと一体化するような究極のゾーンフロー状態になるんで、その状態でサッカー、テニス、バスケしろって言われても、ああ無理だろうね。だから身体感覚がなくなるんですよ。身体感覚がなくなった時にどうやってスポーツするねんって話なんで、ちょっと今のところ活用方法難しいんだけど、でも、はい、でも、今注目されてるのはマイクロドーシングって呼ばれるもので、うんうんうん、今述べたような究極的な状態っていうのは服用量を高めた時なんですよ。でも一方で、マイクロドーシングっていうそのものすごく微量摂取だったらば、高度な集中力、これが結構スポーツ選手たちが入るようなゾーンなような気がしてて、私、うん、マイクロドーシングだったら全然運動できると思います。ほう、すげえ。だからこれが一番なんでしょうね、あの突拍子もない感じじゃなくていいんじゃないかと思います。うん、はい。あの本当に服用量高くしたら、あのちょっと体験はアスリートの人たち耐えられないぐらい、ちょっとあの心理学とかちゃんと勉強してもらわないと体験消化できないと思うんで、でもマイクロドーシングだったらば意識がものすごく視覚が鋭敏になっているような感じなん で、うんうん、でこれはトレーニングに使える可能性はありますね、本当。うん。だからそうですね、マイクロドーシング今のところはちょっとこれも研究してほしいな。なんか、まあ、マイクロドーシングで一番研究が進んでるのは一応 LSD とシロシビンですね。あ、そうなんですね。そうそうそう。で、あとはケタミンっていうものも使われてますけど、ケタミンはね、ちょっとあの、なんでしょう、もともと服用量高いと麻酔のような感じになるんで、麻痺する効果が服用量高いとあるんですよね。だからあんま運動には向いてないような気がするんですよね。そう。いやでもこれあらゆる角度から運動スポーツ、うん、なんかどん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 掛け合わせていくとどん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 新しいことが分かってきそうですね。いやこれね面白いと思います。いや渡辺さん、そのマイクロドーシングの研究って今はまだ、うん、本当に進んでないんですよ。右上証言でさえ、このマイクロドーシングっていう概念がまだ割と最近でしたっけ。そうですそうです、割と最近。ああ、もともとは一応概念の生まれたのは結構古いんですけど、マイクロドーシングの研究とか、はいはやっぱ全然進んでないんですよね。やっぱ最初はもうハイドースばっかりで研究してるので、最近ですよ、ようやく。だからマイクロドーシングの研究にスポーツ絡めたら、これはもうなんかまたここも先駆者になれそうなんですよね。確かに私もこれ研究知りたいんですよ。でもその時の右下の法規制というかね、こうドーピング協会との兼ね合いもまたいろいろ出そうですね、オリンピックだとか。ああ、そうですね、今のところはドーピングっていうのはこれどう関わってくるんだろう。ドーピングで今多分引っかかっているレギュレーションの物質で、確かにこれちょっと私も知りたいですね。うん、ちょっとドーピングの薬物みたいな感じで調べれば出てくるのかな。あ、ドーピング協会ってのがありますもんね。そうですよね、そうそうそう、うん、でもドーピングに使われてるものとかってやっぱホルモンとか覚醒剤とかだから、うん、ちゃうんそうですね、うん、やっぱり入ってないですよ、うん、サイコアクティブなもの。あ、これいいですね。今のところ日本語だったら覚醒剤とかコカインとかだから、あとは麻薬性の鎮痛薬とか筋肉増強ホルモンとかでしょ。そうですね、そうそうそう、それは一番よく聞くな。よく聞きますもんね。そうそうそう、うん、シロシビン禁止ですが、確かに聞いたことないですね。というのも、だって、まあ、シロシビンの効果知ってるアスリートとかもいないし。うん、ね、あ、ただ、龍角酸は引っかかるんですよね、そういえば。あ、そうなんですか。うん、龍角酸は、NG ですかね。へぇ、あ、そうなんだ。ドーピングに引っかかる。龍角酸、うん、何の成分だったか、そこまで。ほう。そうそうそう。今これちょっと見るとカンナビノイドもやっぱ引っかかるみたいですね、うん、競技会で。はいはいはい、うん、でさっきちょっと紹介してたあの MDMA って呼ばれるものですよ、うん、これがメタンフェタミン系なんで、はい、これはやっぱちょっと興奮薬なんで、やっぱこれもダメでしょうね。そうか、あ、確かにな、なんかこう、うんうん、あ、ちゃんと書いてある書いてある、そうそうそう、
そうですね。興奮系とか。そうそう、興奮系はダメなんですよね。やっぱガッてこう、うんうん。うんうん。エネルギー増強剤みたいな、なんかそんなのがこう NG な気がしますね。そうそう。それでいくと、完全にグレーゾーンっぽいですね。LSD とか、白シビンは。なるほど。うん。そう、だって直接的になんか身体、さっきも紹介したように、身体のパフォーマンス上げるようなものじゃないんですね。LSD とか、白シビン。いや、そうか。さっきも繰り返したサイコアクティブなんで、うん、サイキをアクティブするんで、うん、ボディアクティベーションじゃないんですよね。ただ、脳の影響は強いん で、例えばそれこそ近代のサッカーなんて動くチェスって呼ばれてるから、もうあのバリバリのインテリジェンスが必要なんですよね。それでいくと身体アクティベーションしないんだけど、インテリジェンスをアクティベーションするっていうのは、なんかプレイヤーの一応講義の本当はエンハンスメントに入るはずなんだけど、今のところは入ってないんですよ、多分ね、これ見るか。うん。うん。これ多分主流になってそっからですよね、この規制が。でもしかかるとすれば。そうそうそう。うん、順番的に。でしょうね。そう。でも面白いですね。そう言われると LSD とか白シビンが入ってなかったっていうのがね。うん。うん、なので今のところだったらばね、逆に欧米はもうそのレギュレーション、まああの、スポーツのコンテクストじゃなくて、緩めてってるますんで、一般人仕様が。だから研究し放題じゃないですか、アスリートの方に協力をお願いして。確かにな。うん。いや、なんか面白そうだな。なんか今思いついたのは、そうね、やっぱ意思決定とか状況判断でどんな影響を与えるのかなっていうのは気になりますね。その瞬間に、各種スポーツにおける。うん。確かに。そうですね。だからマイクロドーシングは研究もしやすいし、なんかアスリートにとってもメリットがあるかなっていうね。でもハイドースとかになってくると、なんかこう、アスリートの人たちが、これもコーチングになるでしょうね。なんかトランスパーソナルコーチング的に。いや、次の第二の人生考えたいんだけど、もう何をしていいのか全く分からないってなった時に、コーチングとかが必要で、なんかこう、天命を使って。セカンドキャリア。セカンドキャリアを考える時の、これまでのその、凝り固まった思考の産物とかを、あの、一回解放するっていう意味で、セッションはありかもしれないですね、はい、ハイドース。ああ、うん、なるほど。そうね。多分どういう感じかな。なんかそういうのは見えますかね。うん。はい。いや、でもアスリート、うん、なんかやっぱ相関、いろいろありそうですよね。うん、アスリートはそうだと思いますね。うん、そう。やっぱさっき紹介したのね、ストレスとかのところ、鬱とか。うんうん、そこの治癒には影響すごくあるだろうし、あとは普段の練習からマイクロドーシングでどれだけね、このあのパフォーマンスが変わっていくのかとかは、誰もやっぱ研究してないから、これ知りたいですよね。うん、そう。知りたいなぁ。そう。多分今のところ私の直感そうだ。だってマイクロドーシング今摂取してる人たちっていうのが、やっぱりそのエンジニア、クリエイティブ関係の人たちですもんね。芸術家とか、はい、プログラマーとか。バリバリ構造の知性とかイマジネーションを働かせる人たちが使ってるんで、それでいくとそうだね、やっぱりその近くの鋭敏さっていけば、やっぱ自分がサッカーバスケとかやってた経験からするとマイクロドーシングだったらすごくなんかね、効果はありそうですね。意思決定が本当にハイドース、そうですね、なんか意思決定遅くなるぐらいの摂取だったらまたちょっと違いますね。そう。いや、だからもうね、あの、ハイドースとかだったら絶、これはね、多分、ちょっとないですね。練習との組み合わせ 100% ないって言ってもいいと思います。おぉ。ぐらい、いや、ちょっと想像できないね。だって体絶対動かないもん。これもでも、その、マイクロドースの摂取量と、うん、あの適切な、なんですか、あ、違う。アスリートの練習におけるマイクロドースの量っていうことだけでももう一本論文ですね。いや、なりますなります。いや、それめちゃくちゃなると思う。そうなんですよ、うん、いやそれ本当大事ですね。そう、確かに今のところマイクロドース、この流そうそうそう、例えば白シビンと LSD でマイクロドーシングの量ってやっぱ全然違ってて、それやっぱそうで、うん、全然その成分が違うからマイクロドーシングってくくられてるものも違うんですね。で、この時に、白シビンのマイクロドーシングの量って一般人目安で作られてるんだけど、アスリートだったらまた違う可能性もあるし。はいはいはい。いや、それ体の大きさにある程度比例すると思いますもんね。いや、そうなんですよ。まず、体の大きさに比例するって1。そうそうそう。あと、筋肉量とか、心肺機能とかを含めて、他に変数がありそうなんで、
今マイクロドーシングのタイプ分類ってだから荒いんですよ、私から見てると。はあ、そう、ちょっと今調べてみましょうか最後、うん、マイクロドーシング白しびのドース量ですね。これはもう研究結構ね、ジェームス・ファディマン教授とかが結構あの分類をまず最初に作ってくれてますけれども、ほうほうほう、マイクロドーシングはちょっと一覧表みたいなものが、ね、あればいいんですけどね、あの、うん、乾いたキノコ 5g 以上が通称ヒロイックドースって呼ばれる、これテレンス・マッケの言葉で英雄の服用量って言われてて、それ5を超えるとかっこいいけど、名前はね、名前はかっこいいんだけどね、ハイドースなんですよ、あのその 5g 以上が、確か 0.5 ぐらいだったような気がするな、白シビンは。あ、そうですね、出てました、白シビン 0.1 から 0.5 とかですね、うん、ものすごく微量なんです。うん、これはでもほんと知りたいな。そう、ここからですからね。ここからと言いつつ、今ちょっと見ているものだと結構いろいろ資料がというか、あの、データはいろいろありますね。あ、そうですか。はい、ちょっとこれあのワードのドキュメンタリーにも貼っときます。ワードの、はい、うん、どこにあるのか、ちょっと待ってください。白シビン関係の第2コラボラジオ第24回用って私が書いたところに今ちょっと貼り付けようとしてます。うん、わかりました。シロシビン。あ、いつの間にか気づけば。あ、渡さんありがとうございます。現れましたね、今。うん。うん。どうしよう。シロシビンマッシュルームのマイクロドーシング量と。気づけば1時間来てたんで、あの。マジ？ちょっと、はい、すごいな、これ、うん。量に関する資料と。シロシビンマッシュルームのマイクロドーシングに関する資料、ちょっとここにリンクを貼り付けておきます。じゃ最後、ちょっとこれだけパラッとお互い見て、シェアしましょうか。開けますかね、これ。あ、開けた。あ、すごい。PDF 的な。そうそう、PDF 的な。シロシビンマイクロドーシング。0.1 から 0.5g のドライマッシュルームに対応するやつですね。うん。うん、やっぱこれ見ると結構、あ、そうなの、あ、そうか、意外と、そうか、論文ベースだったら意外と研究結構進んでますね。あ、もう分量としてですか。今、うん、見てたら、まあでも結構で言うと、まあそれはでも確かに、あの、思っていた以上にあるって感じですかね。で、サンプル数 N が4050の研究とかあるんで、相当でっかい研究ですね、これ。4050人対象にしたものとか。うんうんうん。ああ、本当だ。なるほどね。で、あ、そうだそうだ。それでいくと、最終的にはあれですよ。最終的にというか、あの、渡るさんと皆さんの、あの、アクションプランとして、あの、この、白シビン入りのマイクドーシングが日本ではダメなんですけど、あの、そうじゃなくて、はい、さっきちょっと紹介してた、キノコのサプリってあるじゃないですか。ああ、はい、はい。私、まあ、渡るさんと皆さんに、山干し茸の、マイクロドーシングちょっとやってみてほしいなってのは結構思いますね。あ、いいっすね。やろうやろう。やっぱ機能が、働き方が変わるから、これは全然普通に健康食品ですから。アマゾンで山伏茸サプリってやって、で一応まあ、有機のものとかね、オーガニックのものをカプセル、なんか良さそうなものを選んでもらって、うんうん、山伏茸はね、だいぶやっぱ違うね、私も。通称ニューロジェネシスってね、脳の神経細胞を増やす、成分とか含まれてる。めちゃくちゃ出てくるな。出てきますよね。そうそうそう、うん。そうなんですよ。だからあと渡るさんが注目。ライオンズネイルマッシュルーム。そう。あと、はいはいはい、渡るさんが注目してたあの、うん、最大酸素を増やすやつですね。あ、冬虫夏草ですよ。うん、あ、冬虫夏草。はい。冬に虫に夏に腐れ冬虫夏草。これもサプリを売ってます。はあ。そうそうそう。売ってますね。そうそうそう。あともう一個はレイシーですね。レイの芝と書いてレイシー。これが不老不死のっていう。はい、でも、まあ、あの、3つカプセル取ると大変だと思うんで、まあ私はライオンに、山伏だけちょっと今のところ自分が摂取してていいなって思うのはそれですかね。そう。ああ、そうですか、ね。そうそうそう。
だから今のところちょっとカプセルもう数日でなくなるんで、それ今あの朝1錠ずつ飲んでたんですけど、うん、今朝と昼1錠1錠飲んでる感じですかね。うん、うんうん、やっぱだいぶ変わりますね。あ、そうですか。そうそう、うわいいな。で、まあ、日本で購入するか、渡さん今度10月オランダ来られる時にはオランダで買った方が圧倒的安いっていうのがあるんで、うん、あ、そうなんですね、はい、もちろん日本で、ね、あと1ヶ月以上あるから試してみて、うん、1個ぐらい買っておくっていうのがいいかもしれないですけど、オランダでも買い増しできるんで、うんうんうん、もうちょっと手軽に買えますよ。よかった、うん、いや面白いですよね、やっぱこのキノコとか。ああ面白いな。うん、やっぱどこまでいけるかを高めてくれるって多分みんな求めてると思うんですね。アスリートが競技成績求めるとか世界記録を求めるのと同じように、うん、うん、だと思います。自分自身がう、うん、どこまでこうですね。そうですね、だからそうですね、できるかっていう、アスリートの、うん、まあさっきのようなまあ、こうしたサイクルティブなものが含まれていないキノコとかを活用する以外に、まあ、サイコアクティブなものを活用としてはあれかな、やっぱりこうやっぱコーチをつけて摂取している時にいろんな自分のテニス戦略とかサッカー戦略とか、むしろ監督とかの方がいいかもしれないなと思いましたね。サッカーの監督とか、なるほど、めちゃくちゃ知性要求されるんで、でクリエイティブなアイディア、例えばサッカーチームごとにもう、その戦略とかあるじゃないですか。うん、こういうのを思いつかせるために摂取してコーチングをするとかだったらありえるね、うん、アスリートをさらに超えてコーチ監督向けにとかね、うん、うん、なんかアメリカやりそうだな、 NBA とアメフトのトップは選手とかコーチとかやるな。そしてまた日本が規制に遅れて自分の、ね、可能性を拡大してくれるところに行こうとするから、日本からまたアスリートの選手が流出してとか、そうですね、もうなんか見えそうですね、それが、ね、そうなんですよ。だからまあそれも含めてちょっとレギュレーションのところにもなんか私たちがね、こうちょっとまた関与していくべきですね、これはね。うんうんうん、ですわ。そう。という感じで、じゃあちょっとこの後一旦本編をちょっと聞いていきましょうか。うん、はい。では、ソーダから参ります。はい。お願いします。皆さん、本日もお聞きくださりありがとうございました。ようやくですね、ソーダが名乗る肩書きが、インテグラルトレーナーということに落ち着きそうです。皆さんお付き合いありがとうございました。はい。やっぱりこのインテグラルっていう名前、また自分がこう惹かれた時の最初の気持ちっていうのも思い出すことができましたし、うん、その名前を冠することによって、このサイケデリックっていうことを扱おうとするときにも、もうなんかこう、受け入れやすくなっている自分がいたなっていうことに、今日は、なるほど、まあ、再確認することができました、うん。なるほど。やっぱりこう、肩書きとか名乗るとか、うん、語るとか、うん、まあ、もっと言えば言葉の力っていうのを、まあ、再発見できる、うん、機会となりました、うん。本日もどうもありがとうございました。いや素晴らしい、うん。いかがでしょうか。いやいいっすね、最後のところ。またね、渡るが語るカタルシスですね。最後ぶっ込んでたわけじゃないですよ。最近なんかもうダメ押しゴールを狙うみたいなね。いや、押してもないけど、本編で。なんか最近ちょっと多いっすよね。この締めの言葉のところで差し込んでくるってなんか多いっすね。駆け込み激闘がね、最近多く見られますもんね。ですよね。なんか自分もそれ今気づきました。うん、メタリフレクションしました。ではですね、ちょっと今のところで、はい、いやー、やっぱりこの分野は熱いっすね。熱いですね。もう嬉しいなと思ったのが、やっぱ今日渡さんがね、今回もまたサイケデリックスについて取り上げてくださって、まあオランダはもうちょっとめっきり寒くなってきている分、こういう熱いトピックを、ね、話せるっていうのはすごくこうありがたく、まあ、引き続きですね、まあ、今後はちょっと今私と渡さんで考えているのは、まあ、皆さんにもう少しこうきちっとこう体系立てて、サイケデリックスについてもね、何かこう紹介できたらなっていう、ちょっと今本当に大学院レベルの感じのなんかちょっとシラバスみたいなものも雰囲気として作ってますんで、それをもとに今後ちょっと渡さんと一緒にね、皆様にサイケデリックスの話お届けできたらなというふうに思います。ではですね、今回も本編を聞いてくださりどうもありがとうございました。ありがとうございました。